総合進学セミナーで算数を担当しています前田と申します。今回はですね、ここに書いてありますね、四角 ×3 足す10は四角 ×7、まあ、問題としてね、この、四角の中にどんな数が入りますかという、問題です。もちろん四角ね、同じ四角なので、同じ数が入ります。大体小学生でいうと、3年生、まあ、早い子だったら3年生かな、で4年生ぐらいで、塾に通っている子でしたら、まあ、塾の、まあ、大きなテスト、公開テストとかね、実力テストみたいなところで結構ね出たりします。そして、質問もよくね受けることが多いですね。結構ね3年生とか低学年の子だったらよく分かんなかったら、もうこれ1から順番に、数を入れて確かめてみようっていうふうにね教えることもあるんですが、まあ、ちょっとね実際実験で入れてみましょうか。1入れてみましょうか。これね、1×3 は3、3足す10、13ですよね。これ13、 1×7、 違いますね、これね、ずれました。じゃあ、次ね、1がダメならじゃあ2を入れてみよう。2を入れたら、23が6、6足す10は16、2を入れたら2、7、14、あ、ちょっと近づいたね、近づいたけど、まだずれてます。じゃあ3を入れてみましょうか。3を入れてみたら、サザンが9、9足す10は19、3、7、21とずれてます。しかもさっきまで左が大きかったのに今度右が大きくなりましたね。おそらくこの後も4、5、6って入れていってもどんどんねこっちの方が大きくなって、もうどんどんどんしかも離れていくっていうね、あれ答え出てこないのかなって一瞬思うんですが、はい、実はねこれもね、問題の意味をねしっかり捉えるということが大事で、四角 ×3 足す10は、四角 ×7、 1から順番に入れていくのも一つなんですが、まあ、さっき出なかったんですけど、この問題はこの、式をじっくり見てですね、この式の意味は何なんだろうっていうね、はい、意味、そして映像もできたらね、イメージをしっかり捉えることが大事なんです。私はこの式を見た時に、線分図が出てくるんですけれども、四角 ×3 足す10は四角 ×7 ですね。あ、四角が3つと10を足してるんだなということで、はい、四角3つ、こんな感じですね。四角が3個とあとは10を足したものと等しいのが、四角7個分だよということで、これね両端ねピシッとね揃えて、ここに四角7個を書くんです。こんな感じですね。はい、四角7個分です。こういうふうに、この式をイメージですね捉えると必然と見えてきます。あ、そうか、この10っていうのは四角4個分なんだなっていうことですよね。はい、この足す10、10ですね、10っていうのは四角4個分なんだというふうに、下の図からわかると思います。なのでこの式を見たら、式としては10÷4で 2.5 と、これ四角1個分ですよね。なので答え 2.5 というふうにね、整数ではないんですけども、はい、なのでさっきのね 1,2,3,4 って当てはめていっても答え小数なので、絶対に答え出てきません。整数を当てはめていってもね、こういうしっかりイメージができるようにね、問題捉えるようにしましょう。